はい、皆さんこちら X です。今回ですね、後編の内容について詳しく解説していきたいと思います。まだ前編の内容チェックしてない方はぜひチェックしてみてください。 OK、 まず後編の内容始める前に軽く前編の内容を思い出しましょう。前回の内容ではモチベーション動画の時代とその動画を作成するための3要素の中のショートムービーと BGM について紹介しました。この特別な時期で大変になっている人たちがお金だけではなく精神上何らかの頼りになれるものが欲しくなるわけです。もし私たちこのような動画を作成すれば動画再生数はめちゃ伸びるし収益化することが結構短期間でできます。それで一つの動画を作るだけで1万から3万円の収益を稼ぎます。場合によってもしその動画がバズったら1本動画だけで何百万の収益を稼げます。しかも全く経験がない初心者でもこれから紹介する方法をマスターできれば1時間以内でこういう動画を作成できます。もちろんこの動画に使われている素材、編集ソフトなど全て無料となっています。ショートムービーでしたらこちらのサイトでハイクオリティの素材を見つけることができます。 BGM でしたら YouTube オーディオライブラリーで見つけられます。そして後編の内容はこの流れに沿って解説していきたいと思います。興味がある方は絶対見逃さないように。 OK、 Let's go。 Audio JungleYouTube でこういうモチベーション動画を見たことがある方がわかると思いますか。こういう動画流れてる時にいつも誰かいい感じの声で何かについて話しています。その内容がだいたいどうやって今の生活を良くするとか、どうやって成功するとか、どうやって何か乗り越えるような内容となります。例えばこの動画を見てください。 You're always in the right place at the right time. The bestAnd the highest. こういう感じのボイスを使えば視聴者の方に最大限に共感してもらえます。それで動画を見たくなるわけです。視聴者に動画を長く見てもらえば私たち稼げる収益もそれによって増えていきます。ではどこでこういうオーディオデータを見つけられるか。こちらは ACHIEVE.org です。このサイトの中に電子ブック、映画、ソフト、オーディオなど数百万の無料データが入っています。私たちこのサイトを利用して自由にこれらのデータをダウンロードできます。そして私たちオーディオを探したいのでまずサイト一番上のオーディオをクリックします。この一覧の中にオーディオブックスを選択します。この画面に入ってからまず皆さん考えてみてください。私たちどういうテーマでオーディオを探すのか。こういうモチベーション動画を見たくなる視聴者がもしかして生活を良くしたい人、また成功したい人、様々な人がいると思います。もし私たちがターゲットを絞れれば動画の再生数が予想以上に伸びてくれます。例えば検索欄にお金持ちになるとキーワードを入力します。そして音声のみのところにチェックを入れたら右側にたくさんのオーディオブック出てきます。私たちこの中から任意の一つを選んで例えばお金持ちになる価格のオーディオブックを選択します。もし私たち一つのオーディオブックを選択したらまず著作権のところをチェックする必要があります。例えばここに CC と書いているところがあってこれは著作権フリーの意味となります。つまり私たちこのデータを自由に使えるということです。見てわかると思いますか。現在ここにたくさんのオーディオデータがあります。例えばこんな感じのオーディオを聞いてください。 You're always in the right place at the right time。私たちオーディオを選択するときになるべくこういう低い声を選択した方が視聴者に共感してもらえます。そしてもしこれをダウンロードしたければここをクリックすると簡単にダウンロードできます。これでモチベーション動画を作成するための3要素が揃いました。次のステップはダウンロードした素材を編集して動画にします。心配しないで、動画の編集は非常に簡単なので初心者でも1時間以内でできます。まず一つの無料編集ソフトをダウンロードする必要があります。僕からのおすすめはこちら Divens Reserve です。無料編集ソフトの中にこのソフトがかなり強力です。ソフトのサイトへアクセスしてここをクリックすれば簡単にダウンロードできます。スマホの方は iMovie をダウンロードしてください。編集の仕方は同じです。そしてダウンロードした編集ソフトを開いてここに新しいプロジェクトを作ります。プロジェクトの名前は何でもいいので分かりやすいものを記入してください。この画面に入ってからさっきダウンロードした素材をこの中に追加します。そして素材を1個ずつ下のところに追加してそれを編集します。編集のやり方が非常に簡単です。まずオーディオボイス間の空白をカットします。なぜかというと空白のところは声が入っていないのでもしそれをカットしなければ視聴者は私たちの動画を見るときに時間が長く感じてしまいます。それで動画スキップされる可能性があります。なのでこれらの空白は全部カットします。ちなみにカットするときに Ctrl B でやれば高速で素材をカットできます。例えばこういう感じでやります。
それができたら次のステップはオーディオボイスを合わせながら上のショートムービーをカットします。例えばこういう感じにします。そしてできたやつを2回流してみると、 You're always in the right place at the right time, the best and the highest。こういう感じになります。悪くないでしょう。そして右上のところをクリックして書き出しを選択すれば、それで動画の作成が終わりです。非常に簡単でしょう。もしもっといい感じにしたければ、この真ん中のところに字幕を追加すれば、 You're always in the right place at the right time, the best and the highest。こういう感じになります。多分ここではボイスが何喋ってるか全くわかんないよと思う方がいるかもしれません。こういう時 Google 翻訳を使えば簡単にクリアできます。例えば皆さん Google 翻訳を開いたら、ここのマイクをクリックしてダウンロードしたオーディオデータをクリックすると、 In the right place at the right time, the best and the highestComes to you. Google 翻訳はその内容を自動的に訳してくれます。そしてこれらの内容をコピーして動画に合わせながら入れれば OK です。非常に簡単です。またなぜ英語でやるか、ちゃんとした理由があります。皆さんご存知だと思いますか？英語が世界共通なので、もし私たち英語で動画を作ればターゲットが世界規模になります。日本語でやるよりかなり短期間で動画の再生数を伸ばすことができます。そして私たちこの人と同じように、こういうモチベーション動画を量産すればすぐ収益化できます。それで一つの動画を作るだけで1万から3万円の収益を稼げます。まだ収益化するまでめっちゃ時間かかるんじゃないのと勘違いしている方いるかもしれません。実は1週間ほどあればそれを実現することができます。こちらのチャンネルを見てください。こちらのチャンネルは現在30万人以上の登録者がいます。ここまでかかった時間はただ1ヶ月だけです。例えば一番古い動画を見てください。一番古い動画は1ヶ月前に出した動画です。またこの画面を見て何か共通点があるところに気づいていますか？このチャンネルの動画は平均3分間くらいです。短ければ1分間くらいだけです。ジャンルが違うかもしれませんが、ちゃんとした方法があれば動画を量産してすぐ収益化することができます。しかもこういう動画を作ると顔を出す必要もないし、カメラで撮る必要もないです。やり方は先ほど紹介したように非常に簡単にできます。必要なのは努力だけです。最初の1本動画はちょっと時間かかるかもしれませんが、慣れてくると30分以内でできます。皆さん知っていますか？もしチャンネル登録者が1万人くらいいれば、普通に YouTube やるだけで生活していけます。さらにチャンネル登録者数が10万人を超えると、かなりいい暮らしできるようになります。それを単に超えて動画を量産するだけでできます。こちらの動画を見たことがある方はわかると思いますか？ YouTube で収益ができない人は大体努力が足りない人が多いです。頑張れば頑張るほど収益化する時間が短縮されるので、それはあなた次第で決められます。どうでしょうか？結構簡単ではないでしょうか？もしあなたもこの方法マスターできれば、一つの動画作るだけで1万円から3万円の収益を稼げます。そしてチャンネルを収益化にして広告費稼ぐ以外、他にもたくさんお金稼ぐ方法があります。その中に一番簡単で収益を最大化にする方法はアフィリエイトをやることです。アフィリエイトについて結構怪しいイメージがあるかもしれませんが、実際にある商品かサービスのリンクを私たちのチャンネルに載せるだけで、その商品の 20% か 30% の収益をもらえます。非常に簡単にできます。詳細の方法はこちらの動画で紹介しています。これは1年の流れとなっています。興味がある方はぜひやってみてください。 OK、 もし今日の内容がいいねと思ったらグッドボタンをお願いします。これからも毎週良質な情報を皆さんに共有しようと思っているので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、皆さんこちらエクセです。今回ですね、動画をコピーするだけで2級1万から3万円稼げる方法について伝えようと思います。